はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、まあ前も飲んだんですが、久々にね、また買ってみました。近所の山屋で、酒の山屋というスーパーというかね、酒屋で売ってました。朝日のスタウトです。こちらが、俺も大好きな、黒ビールですね。伝統の技術で磨かれたイギリスタイプの濃縮ビール。アルコール度数 8%。8% ですよ。上質な酸味と充実感のあるコク。特有の芳香をお楽しみください。原材料が麦芽とホップと糖類。容量が、これ小瓶しか売ってないんで、334ml。これがうまいんだ。濃い。もう、味がね、もう泡からしてね、めちゃくちゃ濃いんですよ。ほんとに。それ乾杯。黒ビールってギネスの次にうまいビールですね。これは本当に苦い、うまい、濃い、もう濃すぎる、濃いわーって。でも、ギネスに比べるとやっぱり、コクがちょっと足りないっていう。このね、この独特のこの、なんていうんですかね、この香ばしいね、コーヒーのような香りとね、ただこれ、なかなか売ってないんでね、この朝日スタウトはね、非常に限定品で。で、これをもう大瓶出してくれよって。これも大瓶出してくれよって。ただし小瓶でも値段、これ、300円ぐらいしますから。300円だから。250円ぐらいの時。うまい。ただね、こっちとギネスで、こっちの方が度数高いんだよ、ギネスより。ギネスビールよりか 8% だからね、度数ね。うん。こっちは結構。ちまちま飲んでも、美味しいかな。度数が高いから、冷やして一気に飲むと、結構来るんで、うん。それよりはちょっと、そんなに冷やさないで、常温とかで飲んでも美味しいと思います、これは。ビールにしてはね、常温でも美味しく飲める、この濃いこのビールね。
ギネスビールもあれだけど、常温でも美味しい。むしろホットでも美味しい。ビールだからね。うまかった。まあこれはまあなかなか売ってないけどもね、まあぜひ見かけたら。飲んでみてください。これは非常に美味しいビールです。ただ値段がね、やっぱ高い。で、持ってこれ買うんだったら、ほとんど値段同じなんで、ギネスビールを買うっていうね、オチになっちゃうんで、四つ星ですけどね。5354です。ご視聴ありがとうございました。